さあ、それでは続きましての、皆さん仙台からお越しいただきましたちっくんでいいですかね。はい、ちっくんバンドの皆さんです。さあ、2002年にバイク事故で、肩から下を動かすことができなくなってしまったということなんですが、怪我をする前から人と違うことがしたいと思っていたので、ある意味夢が叶ったのかななどとポジティブに生きていらっしゃるそうです。腹筋や横隔膜の麻酔で事故前の半分も声が出なくなってしまったそうなんですが、高校生の時から、この怪我をするまでずっとバンドをやっていたので、今後も音楽で何かできればなと思っていらっしゃるそうです。ちっくんバンドはおじさんが、このちっくんバンドのボーカルのちっくん、ちっくんでいいんですかね、はい、ちっくんの使っていたギターを弾き始めたのがきっかけで、その後メンバーを集めて結成してくれました。おじさんたちの力を借りてバンド、そして大好きな音楽をもう一度始めることができたということです。さあ、いろいろとね、苦労や、さまざまな経験をされてきていると思いますけれども、その思いをこの歌に乗せて皆さんに届けていただきたいと思います。今年のテーマは音楽で伝える、受け取る、コミュニケーションというテーマが、ついておりますので、ぜひ皆さんもしっかりと受け取っていただいて、そして、伝える側の皆さんもしっかりと伝えていただいて、楽しいステージ作っていただきたいと思います。ではご準備よろしいでしょうか。ちっくんバンドの皆さんです。お願いします。仙台から来ました皆さん、聞きに来てください。集まってください。じゃあ OK です。Time.
十数年前にバイクの事故で頸椎損傷という怪我を負って、まあ、今肩から下が動かさなくて腹筋も横隔膜も動けないので、今隣でサポートしてくれてる看護師をやってる佐藤優作君という方にお腹をこうやって腹筋の代わりにしてもらいながら歌ってます。一生懸命歌うんで最後まで聞いててください。お願いします。じゃあ次の曲いいですか。 Let it be を聴いてください。仙台で行われたんですが、グランドフィナーレにもオファーをいただきまして出演させていただきました。去年と今年と仙台の
のステージで PA とディレクションを担当してくださっているのが山形の実行委員チームの皆さんだったんですね。それで、感謝の気持ちも込めてお声掛けいただいて参加させていただきました。仙台でもとってもよくしてもらってるんですよね。秀樹さんありがとうございます。秀樹さんありがとうございます本当にあの細かいサウンドチェックとか丁寧にしていただいて感謝しています。助かってます、はい。それぞれのもう本当に皆さんの個性が輝いてほしいという願いが込められていると思います。とっておきはベリースペシャルですね。皆さんベリーベリースペシャルな今日一日にしていってください。それでは続いての曲をお送りします。続いてもビートルズのナンバーです。はい、
Thank you.
ありがとうございます。